おはようございます。即家塾の久保です。えー、育子さん、おめでとうございます。チャンネル登録者数が100人を突破したということをね、今、あ玉木さんの方からね、ご連絡いただきまして、私も気づきませんでした。100人突破おめでとうございます、まあ。この100人突破を、まあ、このお祝いしましてですね、今日は皆様に、えー、儲かる方法、単純に儲かる方法をプレゼントいたします、えー。やっぱり今、儲かる方法といえば、今一番旬なのがね、キャッシュレス決済ですね。キャッシュレス,キャッシュレス決済に乗じて、 ポイントバックをもらおうということで来年の6月までこ行われているんですけどもちょっとねあの、まとめたものがありますのでそちらの方をこれから皆さんにお届けします、まあ、なおですね、実行とそれからあのサポートに関してはあのご自身で、えー、研究されてください私はこれね、発表しますけどもあのお話し,しますけども細かいやり作業を、ね、教えてくれとか言って私対応はちょっとしませんのでもうここまでお伝えするのがあーサービスだと思ってくださいねあとはもう自力で半分はやってくださいということでございます、えーと 使うのはね LINE、ねね、のスマート投資っていうのがあるんですけどもえこちらはです、ね、投資金に LINEPay というのが使えますで500円から始めれるっていうところもななかなかね切り口のいいところだと思うんですけどもこちらを使ってやっていけばあ、まあ、儲かるよということでございますまあ、基本的にマイナスはないんでまあ、皆さんねプラスしか出ないかと思いますんで今一番硬くて えっと、年間バックで計算すると1年間はやらないと思いますけども年間バックで計算すると100%前後出るかなと要するに10万円が20万円になるような100万円が200万円になるような形ですよね。でえっと、マイカラー制度っていうのを 使っていただくと、LINEPay の利用実績によるマイカラー制度っていうのがあるんですよね。これもわかんない方は自分で調べてください。えー、還元対象で2%がまず還元されます。えー、そこでですね、えー、この投資の運用とは別に LINEPay の2%還元を利用して、月利で10%前後が出るんではないかなというふうにシミュレーションができましたので、今お話ししますね。本当はね、これ、まあ、 誰でも知ってるかなと思ったんであんまり言わなくてもいいかなと思ったんですけどももしね知らない方がいたらやってみてくださいえまず手順は、えー、と7つの段階に分かれてますメモしてくださいね1つ目は LINE スマート投資に口座開設をして支払い方法に LINEPay 残高を選択してくださいこれできますよねこれで分かんない方とか自分で調べるのが嫌な方はここで退場されてくださいで第2段階なんですけども 投資金額の設定ですけどもこれは10万円に設定してくださいね、はい、えー、と意味のわかんない方はここでやめてください <laughs> 3つ目の段階 LINEPay に10万円チャージしてくださいですので10万円チャージできない方はあご就職様でございますあの元々こういった投資活動とかビジネスで余剰資金でやるものですからねはい、えー、でですね4番目の段階なんですけども毎週月曜日に10万円支払いが LINEPay で行われます 第5段階目なんですけども火曜日午後に投資金額10万円を売却回収してください、えー、よろしいですかねもう意味わかんないって方はもうすでに投資とかお金を増やすセンスがないと思ってくださいで意味わかんなくて調べない方も同じですでここでちょっと注意点なんですけども投資額の95%以上を売却すると解約扱いになってしまいますんでギリギリ下回る金額に設定していただくといいのかなと思いますで6段階目です 売却が約定したら、要するにね、えー、確定したら、3営業日目が、えー、受け取り日となります。よろしいますですかね。で、銀行口座へ、えー、出金手続きを取ってください、うん。で、7つ目、戻った10万円をまたですね、LINE、えー、再度 l i n e イにチャージするということで、この10万円をぐる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 回しながら、どん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 ,どんお金を増やしていくっていう方法でございます、えー。基本的には今お話した3段階目から7段階目を、 繰り返していけばずっとお金が増えます、ねえーでまあ前の月のマイ、うん、カラーがグリーンの場合なんですけども初回から支払い時に2000ポイントが還元されてます美味しいですねですので月に4回繰り返せば種銭10万円で月8000ポイントが付与されるということになりますよね計算するとねで1年52週間でこれを単純計算すると 10万6000ポイントが還元されるということなんで10万円で10万6000ポイント10万6000円が還元されますので年利回りは100%を超える計算になりますまあ実際に1年間はあのこのポイント制度ですかあのキャッシュバック前来年の6月までなんで1年やることはないですけども単純にこれをね組み立てていけば年利100%ちょっと100%切らないような 利回りが取れますですのでね、まあ、使ってみたらいいんじゃないかなと思います、まあ、このお話しした内容が理解できない場合は投資とかそもそもお金を増やすってことが力量的に、まあ、この、ね、LINE を使った方法で無理なんでこれ思いつく人思いつかない人と思いつく人っているんですよでお金を増やす能力がある人ってこれを思いつくんですよ新しい制度が始まったらそこを利用してお金を増やすってものを思いつくんですよで思いつかない方でも思いついた方との,この情報の接点があれば その思いついた方と同じ、あのー、能力値を持つことができるんですよねあとは実行レベルでできる人とできない人がいますで全部何も揃ってない人ってそれはお金増えませんよって話ですよね <laughs> で、あのー、リスクが全くなくてもこのように力量に応じて、あのー、指をくわえて見てるだけの人ときちんとそれをね、えー、やることができる人学んで自分をできる人間に高める人というふうに3種類に分かります、まあ、皆さんはどれでしょうかって話ですよねでちょっと注意点申し上げますね え前月のマイカラーがグリーン以外だと初月の還元はちょっと下がりますこれもどのくらい下がるかご自身で計算してください、えー、投資後翌日売却のためトレードで損失が出る可能性もありますけどもここも加味してやってみてくださいただね年利で100%の利益が出るところで損失が出てもいかなるものでもないと思いますんでまあこの損失は無視してよろしいかと思います LINE が飛んだとかいうことになるとねえ10万円が損しちゃいますけども LINE が飛ぶこともありえますからね皆さんね LINE は永遠にあると思ってるでしょでもそうではないです明日なくなるかもしれません単なる中小企業がやってることでございますはいえっと注意点の3つ目2020年5月以降は運用手数料でかかりますのでこの辺もちゃんと計算してみてください別にこの運用手数料がかかるかかからないは規約を見ていただければ分かるんですけども利用規約なんて誰も読まないと思いますんでね普通の人読まないんですよで儲ける人は読むんですよここも大きな違いです 利用規約を読むか読まないかっていうのはきちんと自分のお金に責任を持っている人はきちんと読みます。 で自分のお金に責任持てない人とかチャランポラな人とかギャンブル思考でやっている人っていうのは利用規約すら読まないです。皆さんはいかがでしょうか、利用規約を読んでやってるのか、読まないでやってるのか、誰かが,言ったからあ誰かがやってるからでやるのか、それとも誰かが言ったやったら関係なく、自分でしっかりとね、えー、確かめながら確認しながら進めていくのか、どちらがより自分に対して、そしてお金に対して、人生に対して責任を持っている人なのか、ご自身でご判断くださいで。10月中に一度でも10万円投資すれば、翌月は。 マイカラーグリーンって何だってことはね分からない方はこれもまた LINE で調べてみてください、えー、現状ほぼノーリスクで、えー、交換現率となる方法と思われるんですがなんでほぼノーリスクかっていうと先ほど申し上げましたように LINE が飛ぶ可能性があるんですよ、ねえー、LINE がなんで飛ぶのそんな秘密の情報が入ってるのみたいなことをすぐ思う方はこれちょっと思考が足りないですあの世の中にあるあらゆる会社は飛ぶ可能性あるんですよ当たり前ですよね 世の中の全ての国とか全ての人ってのはいつ死ぬか分からないんですよ明日かもしれませんし10秒後かもしれません。それがね未来永劫あるだろうとか 自分がやってる間は大丈夫だろうみたいなそんなね都合のいい発想になっちゃう方が多いんで失敗者が後を絶たないんですけどもいつもですねいや10秒後にもしかしたらブレイクするかもなダメになるかもなっていうふうに考えていけばきちんとリスクヘッジをしたりとか責任を他者に押し付けるんではなくて自分のこととして考えることができると思うんですけども皆さんいかがでしょうかこれは私だけがそう考えてるのかそれとも確かにそうだなと思う人がいるのかそれともいやいや 久保さんの言うことはおかしいよ、俺はこう考えてるんだよと世の中にはいろんな考え方ありますよね結果的にお金を増やして自由な時間を担保してる人っていうのがどういう思考を持ってるのかってことをねそれぞれ選んでいただければいいんではないかなと思います本日はまあ以上でございますチャンネル登録者数100名突破おめでとうございます1000名目指して頑張っていきましょう